はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、ででーん、バランスボールを使って上半身と体幹を鍛えていこうと思います。この体幹が良くなるとですね、体の姿勢が良くなってくるので、基本的には腹筋とか背筋、要は腰を痛めたりとかお腹に肉がつきにくくなってきますんで、しっかりね、体幹トレーニングをおすすめします。で、今回はバランスボールを使ってプッシュアップ、まあいわゆる腕立て伏せをするんですけども、男性も女性もね、自重でトレーニングをする場合はとにかくバランスが悪い状態で行う方が使われる筋肉が多いですから、かなりね、得します。普通にプッシュアップをやるんではなくって、こういったバランスボールの上でやってもらえたらと思います。で、まずね、女性のバージョン、男性のバージョンやっていきますんで、最後までご視聴ください。で、まず女性はですね、膝をついた状態で手をボールの横に置きましょう。この状態で肘をゆっくり曲げてゆっくり上がります。力がない場合ですね、降りた時にお尻から戻ってしまうので、お尻から戻ると上半身があまり使われません。しっかり前に肘を曲げたら上に上がる。お尻は下げずに出したまま、体がボールにぶつからないようにゆっくり降りて、ゆっくり上がってください。これゆっくり降りるときにですね、意外と手がプル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 っとなりますんで、胸の筋肉使いながら、二の腕もね、しっかり使われますんで、二の腕細くしたい人にもこれはおすすめです。ゆっくり降りたら、ゆっくり上がります。できるだけゆっくりやってください。で、男性はですね、しっかりこれを足を伸ばして、お尻を下げちゃうと、体が先についてしまうので、ちょっとお尻を上げ目にして、ゆっくり降りて、胸がぶつかる前に起こしてください。ゆっくり降りて、上がる。ゆっくり降りて、上がる。という風に行ってください。で、限界までやっちゃうと、上がる時に最後バランス崩して終わっちゃうので、もう限界かなと思う、2、3回手前でやめるのがベストです。回数はそれぞれお任せします。限界の2、3回前でやめてください。で、男性はですね、慣れてると思うんで、力があって体幹ある人は、ボールのど真ん中、こういう感じで手を置いてやっていきましょう。真ん中に手を置いたら、足を伸ばして、これでバランス取りながら、こういう感じで、お尻少し高めにして、プッシュアップをしてください。こういう感じです。これも限界の少し手前で。最後、肘が伸ばせなくなると、こけちゃうんで、限界少し手前でやめてください。これも、だいたい全部、1セットから2セットで、ちょうどいいと思います。で、おまけですね。タートルって基本的にバランスがすごいいいんですけども、おまけでじゃあ、タートルは、バランスボール2個使ってやっていきます。バランスボール2個使って最後に、プッシュアップやっていきます。これ結構難易度高いです。バランスボール2個ある人はね、ぜひやってみてください。結構難しいです、これは。はい、では行きますね。ゆっくり。横を持って足をゆっくり乗して。これすでにね、めちゃめちゃグラグラしてます。これバランス取りながら、ゆっくり。10回行きます。3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、10回じゃね、ちょっと効かないんで、もうちょっといきます。やばい、バランスが。やばい。よっしゃ。まあ、20回ということで。はい、お疲れでした。やはりですね、力もいるんですけれども、力がなくなるとバランスって必ず悪くなってくるんで、やっぱり大きい筋肉が疲れる前にちっちゃい筋肉が疲れて、体幹っていうのは弱っちゃうので、しっかりね、大きい筋肉鍛えながらバランス悪い状態で鍛えていくとですね、自然に体幹ついてですね、大きい筋肉もしっかり長持ちしますんで、いつもね、床でやってるよって方は、こうやってバランスの悪い状態で、プッシュアップをやってみてもらえたらと思います。今日もご視聴ありがとうございました。説明欄にね、ブログ、結構ね、ブログ書いてますんで、よかったら参考にしてください。ご視聴ありがとうございました。